さあオリックスですけども、今週首位との大事な大事なこの勝負の3連戦が始まるわけですけども、まあ西武がですね、あの両手予想ということで昨日動画上げたんですけど、あの明日が田島投手ということで、あのつるんつるんに両手予想外してしまいました。今日が山岡投手ということですから、おそらく由伸、宮城、ムクノキ、この3人で行くんじゃないかなと思うんですけど、まあコメント欄見るとですね、あの田島投手がなんかこう昔から対西武の相性が悪いとか、今年こそ悪いですけど去年は宮城が相性いいからっていうことで、割とこう宮城投手を推す声もまあチラチラあったりとか、まあ、僕と同じでね、田島投手を予想してましたとか、いろいろこう教えていただいて、すごくあの面白かったです。はい。で、まあそんなね、あの対西武なんですけど、まあ西武のリリーフ陣がまあなんかちょっと厳しくなってるらしくてですね、セットアップの平投手ですか、森脇投手とか、佐々木投手らがまあ離脱をしたということで、結構この3人がですね、西武でもあの登板数が割とこう上位に食い込むぐらい活躍をしていたので、離脱というか、まあ、何が原因で、ね、離脱かはちょっと分かっていないんですけど、結構西武はねピンとこう張り詰めた試合が、まあ、6回もこう続くというわけなんですけど、まあ、こうリリーバーがね、穴が開いてしまったということで、ルーキーの隅田投手が中継ぎに配置されるということで、今日も早速ベンチ入りしてましたけど、ちょっとびっくりしましたね。なんか非常にこうもったいないというか、まあ、将来のこうエース候補として獲得をしたと思うので、まあ、リリーフでこう使うんだっていうふうに思ったんですけど、まあ、元々ね、あの隅田投手がねオリックス戦非常にこういいイメージがあったので、そもそも2軍にずっといたっていうのを知らなかったんですね。で、調べてみると、リフレッシュっていうのを理由に6月の中旬に抹消されてるんですよ。ただ、8月のもう中旬ですけど、2ヶ月ぐらい上がってきていないということで、まあ、調整が非常に長いというか、リフレッシュにしては長すぎへんかなって個人的には、思ったんですけど、今年はね、まあ、ほとんど先発というか全部先発で、防御率が 3.19 なんですけど、半分以上、この11試合の登板の中でクオリティスタートしているにもかかわらず、なんと1勝7敗ということでですね、なかなかにちょっと数字の見栄えが悪いというか、こんなに高騰しててこんな数字なのかっていう風にちょっとね、思ってしまったんですけど、一昨年ぐらいまでの田島投手とかね、ほんと吉野部とかでも8勝とかで、防御率が1点台とかで、意味わからんやろみたいなことを言われてきたので、なんとなくあの西武ファンのね、お気持ちは、理解できるんですけど、まあオリックスね、もともとこうパワー系の左ピッチャーっていうのが苦手だったので、まあただでさえこう先発でも苦しいんですけど、まあリリーフってなると、まあその1回を全力で来るわけなので、なかなかにちょっと難しくなるんじゃないかと、まあ言われてますよね。はい。ただ個人的には、まあ佐々木投手のところに隅田投手が入るのかなと思っていてですね、まあ勝ちパターンということではないんじゃないかなと、佐々木投手もロングリリーフっていう役割だったそうです。はい。なので、まあ森脇投手、平投手がいないですけど、まあ増田投手とかね、宮川投手とか、本田投手とかが、まあ西武にはいると思うので、勝ちパターンで入るのかどうかっていうのはちょっとぶっつけ本番すぎるので、ちょっと難しいんじゃないかなとは思っております。で、今年のね、まあオリックス、対戦成績なんですけど、先発として2回対戦があって1勝1敗なんですけど、まず開幕第2戦でですね、まあ投げてまして7回無失点、初勝利を献上してしまったということで、あのオリックスメモリアル試合が非常にこう多いチームですけども、その時のねオリックスの打線見ました。まあちょっとね今とは全然違う形で、当然開幕当初なので、まあ、オープン戦とかキャンプで非常にこう好調だった選手を、使っているわけなんですけど、まあ福宗正杉やってるし、5番に栗林やってるしね、6番にラベロですよ、8番に太田、9番に渡辺ということで、まあねこの辺の面々が全然違うのと、ビドルも中継ぎでこう登板をしてました。この試合はラベロのヒット1本で終わってます。はい。なのでなかなかちょっとね厳しい試合展開でした。で、4月の16日はですね、6回3失点クオリティスタートしたんですけど、隅田投手が敗戦投手になってるということで、まあこの試合もね、2番にバレラやったりとか、3番に紅林とか、6番にラベロやったりとか、5番にね中川選手使ってるんですけど、この時はまだ1軍でヒット1本も打ってないような状況でした。で、この試合は福田がね、2安打2打点、そして紅林、正隆、ラオがヒット1本ずつ打って、まあ3対0で勝ったという試合でした。もちろんね、オリックスだけではなくて西武も、全然オープン戦から好調だった鈴木選手をね1番で使ったりとか、オグレディも上位で、使ってますし、4月の16日の試合に関しては山川選手ではなくてウーネンティンが4番を務めてました。なので、まあオリックスだけじゃなくて、もちろん相手も開幕当初っていうのは調整しながら、徐々に固定しながらね、試行錯誤やってたんじゃないかなとは思うんですけど、まあでもね、オリックスこの3月4月と大きく違うのがリリーバーということで、まあ阿部翔太も村西も、本田瞳、宇田川、ワゲスパック、近藤投手なんてこんなに、勝ちっぱに何
るぐらい活躍はしていなかったですし、一方西武はね、冒頭でも言ったように佐々木、森脇、平が離脱をしてしまっているので、宮川、本田、増田ぐらいなんじゃないかなと個人的には思ってるんですね。そこに、まあ、住田投手が入ってくると、まあ某高橋とか水上投手とかもいますから、言うたって5枚はね、いるんじゃないかなとは思っているんですけど、で対西武に関して言うと、まあ、昨日はね投手ということで対西武の、まあ、成績を見ながら予想したわけなんですけど、まあ一番こう打ってるのが足立選手でしたね、3割1分7厘ということで、ベルーナでの相性も3割8分超えてるということで、非常に、いいんじゃないかなと思いますし、この3連戦非常にこの足立選手が1番とかで、スタメンで出るとかなりこう鍵になるんじゃないかなと思います。出塁率も4割超えてて OPS も8割超えということで、足立選手ね、なんか割とこうヒットマン、単打マンっていう風な、まあ、イメージがつきやすいんですけど、3割1分7厘のうち長打2本も打ってるので、割とこの3連戦非常にこう期待ができるんじゃないかなと思います。今日昇格もしてますからね、続いて期待ができるのが頓宮選手ということで、まあ、打率2割8分6厘、これ対西武なんですけど、1本ホームラン打ってて OPS も9割超えてて、ベルーナとの相性も3割超えてていいんですよね。なのでここ最近ね、今日もスタメン外れてますけど、非常にこう調子がいいということなので、なんか、トング選手ファーストでスタメンで出るってことも DH でも大丈夫ですけど、なんか見たいなというふうには、はい、思いましたね。他にも、期待できる選手が、まあ、チラチラといてですね、宗選手なんかで言うと、対西武戦 OPS7 割超えていて、得点圏も6割6分7厘、おそらく3打数2安打なんと思うんですけど、まあ、得点圏ね、非常にランキングでも上位に入ってますし、この首位相手、西武に対しても得点圏の強さっていうのは変わらずなので、まあ、期待できるんじゃないかなと思います。そして、ラオウに関してもですね、OPS も7割超えて、長打率が4割5分5厘ということで、まあヒットは少ないけど長打が非常に多いというような、相性なんでしょうかね。得点圏も3割1分3厘ということで、まあ、宗と同様ランキング上位に入っている。ここ最近非常に調子が悪いですけども、このロッテとの2連戦で何かこう掴んでもらえると西武でも活躍するんじゃないかなと思います。そして我らが正隆ですけど、正隆もね、打率はまあ2割台とかで、どう OPS も8割超えててですね、得点圏も5割超えということで、まあ宗、ラオウ、正隆に関してはランキング得点圏上位なので、まあ対西武でもここは変わることがないのかなと思いますけど、長打率も4割4分3厘ということで、まあヒットは少ないけどラオウ同様に長打が多いということなんでしょうか。そしてマッカーシーに関しても打率2割7分6厘、得点圏が3割超え、打率も4割超えてるということで、対西武に関してで言うとですね、むしろ数字が良かったりするので、割とね、ファーストマッカーシー、DH トングーとか、まあ、その逆でも大丈夫なんですけど、なんかそういう布陣も考えられるかなというふうに思ったので、これらのですね6名ちょっと期待ができるんじゃないかなと思います。でちょっとね、入れ替えが今日ありまして、意外だったのが現健大選手が降格せずということなので、もしかしたらね、一軍のね定席自身がそんなに少ないわけなので、なんか対西武戦で、非常にこうバカスカ打つ可能性もなくもないのかなというふうに思ったんですけど、まあ、このあたりねちょっと入れ替えでは意外だったという話を、まあ、最後にねこの動画以上とさせていただけたらと思います。はい、ということで今回の動画ではですね、住田投手が、まあ、西武のリリーバーのジョーカーになるということで、まあただでさえ先発で苦戦をしている住田投手、まあ平であったりとか森脇、佐々木が離脱した中で西武も結構苦しいリリーフ事情になっているとこういうことなので、オリックスに関してはですね、投手に関しては非常に西武より優位に立っているんじゃないかなと思うので、本当に打つ方でなんとかしないといけないんじゃないかと思います。なので投手のオリックス、西武がですねどういう風に3連戦を繰り広げるのか、非常にこう注目をしていきたいなという話でした。この3連戦について、まあ、住田投手がリリーフに配置されるというところ、あとは、まあ、西武との相性のいいバッターずらっと6人ご紹介しました。まあ、リリーフ陣に関してもね、何かもし思うことあればぜひコメント欄の方に残してもらえたらと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。